まあ、特に羊たちの沈黙だよね。ここでサイコパスの強力な魅力のあるレクター博士が出てから、快楽で殺す、自己顕示欲で殺す、誰かの殺人の真似をするコピーキャットが登場するみたいな、いわゆるゲーム性が高くなっちゃったね。はい、こんばんは、下平です。こんばんは、石水野です。こんばんは、早川彩です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube ポッドキャストで、配信しています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、199回です。ねえ、もう200回、恐ろしいね。怖い怖い。で、今回はですね、久しぶりの小説家スペシャルで、はい、やっぱり小説の一番の魅力って僕は悪だと思うんだよね。うん、どういう悪を書くか、なるほど。それがまあ小説の肝にあって、悪がつまらないとやっぱちょっと閉まんないかな。うんうん、これはミステリーだけじゃなくてよ。確かに。いわゆる本当に純文学みたいなもの、世界文学でも、やっぱりカラマゾフの兄弟だって、いやー、そうですね。そう、スメルジャーコフが面白くて、アリョーシャか。うん、アリョーシャはあんま面白くないっていうところあるからね。うんうんうん、やっぱ人間って悪に自然に目がいっちゃうんだよね。まあ、それこそ、まあ、僕ね、はい、あの村上春樹さん大好きですけど、街とその不確かな壁にはちょっとなく1984にはありましたもんねっていう話ですよね。そう、だから春樹さんもね、悪の存在を入れたのって、羊をめぐる冒険以降なんで、うん、その前に書いた本だと悪がないので、街、うん、はつまんないんだよ。あ、そうですね。そうそう、やっぱ悪がないと閉まらない、うん、で、悪もね、やっぱね、時代によって本当に移り変わる。そうなん、悪の定義が変わるってことですか。うん、定義っていうよりはその時の流行が変わる。うん、僕たちさ、一番悪って言ってパッと思いつくのは、昔だったら財産狙いで人を殺す、うん、愛情のもつれで人を殺す、うん、あとは何かの復讐で殺すっていう、この古いパターンじゃん。うん、お金、愛情、復讐、うん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 、で、これは誰もが分かる悪で、いわゆる2時間ドラマの悪なのよ。なるほど、2時間ドラマの悪ね。そう、それが変わったのが、まあ、特に羊たちの沈黙だよね。ここでサイコパスの強力な魅力のあるレクター博士が出てから、快楽で殺す、自己顕示欲で殺す、誰かの殺人の真似をするコピーキャットが登場するみたいな、いわゆるゲーム性が高くなっちゃったのね。で、今アメリカのミステリーはこっちはもうほとんどない。みんなこれ。で、これ、快楽殺人犯はみんな連続殺人鬼が多いんで、うん、次から次へと人を殺せて盛り上がるから。うん、なので今アメリカこっちかな。たまにこれが少しあるぐらい。そうか、理由がいらないですもんね、快楽とかだったら。ただ楽しいっていうだけで。うん、だからね、悪もやっぱり時代によって移り変わるね。でも逆に言うとさ、ちょっと刺激強すぎない？快楽殺人犯だから何でもいいや、何してもいいっていう。どんどん人が死んでいく、うん、なんかちょっと意味は違うかもしれないですけど、個人的にはその、ね、小説とかいろいろ読むときに、うん、悪を前面に出した小説よりも、うん、まあ、ある意味イラさんなんかもそうですけど、僕からすると一番イラさん、その悪とかとは程遠いようなその小説とかでも感じますけど、そういう人の作品の中になんかちょっと垣間見るぐらいが個人的には一番好きですね。なんかまあね、うん、それが実際世界のバランスとしてはそうだからね、うんうん、アメリカじゃないけど殺人犯、連続殺人鬼なんか日本ではほとんどいないので、うん、もうゲーム性が高くなっちゃうよね、どうしてもね。そうですね、うん、これでもそもそもですけど、うん、ね、やっぱり小説の中に魅力悪にあるってありますけど、うん、もっと言うと、うん、やっぱり人間って、まあ、基本的には悪って建前というかね、言えば悪を意味嫌うけど、うん、でも悪に惹かれるみたいなのあるじゃないですか。 それはなんすか、やっぱり自分の中に内面にあるから、それをそういうフィクションが体現してるからちょっと惹かれるんですかね。もうね、そういう高尚なことは全然ないと思う。 いや、要は単純に人間は他の人間をたくさん見るよね、うん、その中でこいつは危険そうだっていうものに一番最初にセンサーがピッて動くように、生き残りのために本能が作られているの。だからいい人、この人は安全だねって思ったらもう観察しないわけよ、反応しないんだ。だからこいつ危ないなっていう人が、でも電車の中でもそうじゃん、うん、なんかブツブツ言いながらさ、いや、いますよね、うん、なんかゆらゆら歩いて来たりする今日一人いたんだけど、うん、そんなの見たらじーっと見るじゃん、うん、僕たちは悪に向かうと心がすごく働くし、頭もよく動くのよ。ってことは魅力的に悪についてだったらいっぱい考えられるわけ。なるほど。あの人いいねみたいなのはずっと考えられないから、うんうん、あの人いい人だよね。確かに。で、この前の殺人事件だけどみたいな話になるじゃん。確かにな。単純なの、本当に生き残る上で大事なものが強いだけなの、人間って。なんか皆さんにとってのなんか悪のキャラクターみたいなのちょっと聞きたいなっていう、うん、何ある？あるんですけど。誰？私は、うん、今パッと思いつくのは、うん、フリーザ様。
あー、フリーザね。みたいな、あ、なんか何でもいいです、小説でも映画でも。圧倒的に強いフリーザね。なるほど。みたいな、なんかやっぱ小学校とか幼稚園の時とかに、まあ、最初に衝撃だった。一番大きい感じた悪だよね。うん。いや、でも僕はなんか、あの、やっぱオウムですかね。あ、いや、悪っていうまた定義だと深くなっちゃうけど、とにかく95年僕中3の時、まあ、震災も起きて、あの年でも悪とか、まあ、震災は別ですけど、なんか全てのそういうものがインパクトがあった。で、その後もね、2001年テロとかだから、まあ、ある意味っていうかあれもテロじゃないですか。だからなんかそ、俺はテロか。そうだね。確かに911とオウムはすごい強いね。うん。うん、残ってるもんね。そうですね。もうすぐ出てきた、さっき悪って言った時、僕はオウムがすぐ出てきた。そうか、そうか。そうね、ミステリーの場合はさ、こういう、個人としての人間みたいなのが多いんだけどね。でも新しいミステリーになるとそういうのが出てくるのよ。あ、組織の悪で暴力団もそうだけど、ね、革命組織とか新興宗教とか入ってくるから、最近そうですね、多いですね。だからここに今さ、簡単に8つのマトリックスにしてるんだけど、これを組み合わせると面白いの。はい、確かに。例えば女の組織の新しい感じの悪みたいなのだと、このマトリックスすごいな、これ。そうなんだ。確かに。これ売れますよ、こちらが。これ売れますな。石田イラン、悪のマトリックスシーン。で、当然、この人っていうのもあるんだけど、うん、このその他のところには、モンスターとかウイルスとか、宇宙人とか、サメとかクマとかいるから、ね。あこれ、あの、モンスターパニックものみたいなのって、どっさりあるから、見せているジャンルの中にね。確かに、確かに。だから、これ面白いんだよね。ただいわゆる僕たちがよく考える昔のミステリーはこれだよね、うんうん、まあ金か愛情のもつれて人を殺し、うん、悩んだ末に殺し、うん、で警察官に見つかって海辺で捕まる、うんうんうん、断崖絶壁でっていうのはこっちだね、うん、えでも井田さんもそれこそ小説とかもちょっとを覗いてもいいんですけど、うん、もう今までい、まあ、つまり僕で言うオウムじゃないけど、うん、悪って言った瞬間にイコール出てくるもんって何なんでしょうね。なんだろうな、僕がやっぱり一番衝撃だったのは911でワールドトレードセンターに飛行機が突っ込むところかな。いや、あれ本当すごかったですよね。1機目はあとんでもない事故だなと思ったんだけど、2機目はあこれ狙ってる、誰かが狙って自分も死にながら飛行機ごとあんなビルに突っ込んだんだ、恐ろしいことだなと思った、うん、だってその報道されてる時に突っ込みましたもんね。いや本当本当、そうそうそう、いや本当覚えてるもんな、うん、鮮明に。けどいわゆる小説としては、だから今言うようにそういう無差別テロとか、うん、でかいもんもあるけど、うん、でも絶対数としたらやっぱりちょっと個人の方が多いかな。そうだね。で圧倒的にやっぱり男が多いよね。へー、あそうか。そう、ここ行こう。で男の人のまあ悪の特徴は暴力的である、肉体に頼りがち、そしてナイフやピストルみたいな武器を使う。確かに女の人の場合はこっちあんま使わないのよ。ああそうか、見て女性の場合はなるほど、ね、セックスを使う、はいはいはい、人を操作する、はい、で実際女の人が一番使うのは毒とか練炭とか薬とかの毒もるもんね。確かに。いやだからこの辺はね、なんかいろいろ面白いんだよね、悪のあり方が。なんかあの昔は悪は悪でしかなかったけど、うん、今はなんかその悪の内情というか、うん、内面みたいのも描かれてる作品結構増えてきましたよね。そうだね、まあ鬼滅の刃的にね、うん、悪にも理由がある、うん、でもそういうのはもう本当に使えるからね、うんうんうん、子としての悪の場合は、うん、特技専門性にもあるし、うん、経歴だったり過去だったりでいろいろ味付けができるんで、うん、でも最近はやっぱここが圧倒的に強いところかな、なるほど。やっぱ今サイコパスの時代、これが現在の主流だね、うん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 、日本でも多いよね、連続殺人みたいなのが。と国によっても違ったりするんですか、日本とアメリカでは。ね、うん、日本もこれ多いし、日本の場合はだけどこっちも入れつつ、パズル的な新本格っていうトリック小説みたいなのが割と人気があるんで、うん、うん、で警察小説はこっちが多いんで、あ確かに日本はでもこれがまだ弱い方で、ヨーロッパアメリカはもうこれ、でもなんか圧倒的にサイコパス。悪って一言で言っても、本当その時代によってもですけど、うん、なんか作品とか一つって本当にもう極悪で、うん、一切同情の余地もない悪から、なんつうんだ、そのやってる行為は悪だけど、なんかすごい共感したりとか、うんうんうん、あとよくわかんないけど惹かれるみたいなね。だから最近でも僕本当大人じの子ですけど、例のあのテスカトリポカで佐藤清さんもすごいファンで、うんうん、もう人も死にまくるし、うん、だから当然悪は描いてると思うんですけど、なんか最後爽やかだったりとかね、まあ、それは彼の腕もあったかもしれないけど、善悪を超えたところで、そうある種のシンボルとしての暴力みたいなのを使ってるからじゃない。
ああ、そうですね、うん。だから逆に言うとさ、リアルじゃないファンタジーなんだよね。うん、僕もテスカートは好きだけど、はい、でもファンタジーだと思う。そうそうそう。だから内臓を抜くとかさ、子供の心臓を取るみたいなことを言いながらファンタジーなので、うん、そのまま爽やかに読めるんだよ、うん。でもそういう悪のあり方みたいなのもちょっと新しいと思う。そうですよね。ここには書いてないんだけど。うん、そう、だからなんか暴力、あの当時も暴力的でどう、これどうかなと思ったんだけど、その後の振り返るとそうでもないんですよね。そう、描写としては書いてるけど。うん、でこういうところになんか入ってくるんだろうね、うん、なんでしょうねあれはね、ああいうのの悪はなんていうのかな、まあ、組織としての悪なんだけど、ここになんかもう一つ新しい括りがあってもいいのかもしれない、そう、うん、要は、まあ、伊坂さんもそうだけど、伊坂さんの殺し屋もファンタジーじゃん、うん、なんか面白い殺し方するよね、爽やかでいいよね、だからある意味透明感のある悪なんですよ、あのね、多分僕こういうことだと思う、一言で言うと、もう一つここに出てくるのは遊びとしての悪だと思う、そうですね、ゲーム、あ、ゲーム、そう、そう、だから要は僕たちさ、あのルパン三世で石川五右衛門が人を50人切ってもさ、うん、イエーイじゃない、うん、もっと来てくんねえかなってなるじゃない、うん、そういうことだと思う、そう、だから いつものこの間も話したあれです、うん、映画、あの人キアヌ・リーブスの、ああ、ジョン・ウィックね、ジョン・ウィック、だそう、本当ゲームとしての、そう、ゲームとしての悪っていうのがやっぱ出てきてるかな今は、なるほど、そこはちょっとここら辺のところはさ、まだリアルなんだね、アメリカ人は。なんか感情が、そう、他のはもっと疲れるよくもある、ね。ああ、でも確かにそのゲームとしての悪っていうのはあるかも。そう。僕、変な話、なんかだから癒されるんですよ。うん。読んだり見てる、悪にね。そう。ジョン・ウィックでも超癒される。イコライザーもそうだよね。はい、そうそうそう、イコライザーもあと16秒でとか言ってさ、ロシアマフィアを6、7人殺すと、もう最高じゃんってなるもんね。うん、要は今、正義の力が弱くなってるから、ゲームとしての悪みたいなものにみんなが拍手喝采するのはよくわかるね。正義の力弱くなってんだけど、少なくともなんか僕が感じただけかもしれないですけど、なんかだからあの先週の話だけど、なんかもう、うん、ちゃんとしろとか、うん、正義の押し付けみたいなものはたくさんあるから、うんうん、だからやっぱこの中では僕にとっては異世界なんですよね。なるほどなるほど、うん、でも殺し屋っていうのがもうすでにファンタジーだからね、うんうん、実際にいる殺し屋ってそれこそさ、あのものすごいお金、安いお金で受け負う、例えばメキシコのチンピラみたいなやつとかね、うんうん、なんか誰か間違えて人殺したりするからさ、僕がちょっと今日意外となんか思ったり、うん、あの力入っちゃったんですけど、なんかあんまノアさん語ってないけど、どう、いや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 、全然全然、悪、このテーマで、ね、悪、なんかやっぱりその少女漫画とかって悪の要素そんなにないので、そう、少女漫画、実は身近じゃない、うん、だなっていうのを今お二人の話を聞いてて、ノアさん自体もその熱量的に悪に正直そこまで、俺はすげえもう今日いくらでも聞いて語れそう、そうだね、でも考えたらさ、 BL の中にそんなに悪いやついないもんね、うん、確かに、そう、でもやっぱりいますよ、そのだから多分鬼滅の刃的な、うん、その悪者なんだけど、なんか悲しい過去があったりとか、うん、その人物像がはっきりしてるところに女性ファンが飛びつくのかなっていうのをなんか感じましたね、そうだね、やっぱり悪の存在みたいなのは男の人の方が好きかもね、ミステリー読者ってやっぱ男が多いしね、うん、ただやっぱり変わってきてるね、うん、言ってみればここからサイコパスに来て、もうこういうところの面白さだけ抜き出したゲームとしての悪みたいなものに今は来てるのかもしれない、うんうん、ここは結構多いから、ただ正直言うとこうなってくるとだんだんと落ちてこない、ゲームとしての悪の小説ってまあ新本格とかでいっぱいあるんだけど、うん、なんかちょっと味が薄いなっていう、まあゲームですからね、うん、それだけだとね、なんかこれ異世界ものうん、感じしますね、ラノベとか異世界の感じ、映画の場合はね、うん、ちゃんとアクションが見られるから、うん、おすごいなって見られるんだけど、小説になるとなかなか弱いよね、うん、だからフィクションだけでやっぱりある種のリアリティがないと、うん、いや本当そうですよね、だから、まあ、小説書きたい人はとりあえず自分にとっての悪ってどんなものなんだろうっていうのをうまく取り込むといいかも、うんうん、それはだからやっぱり自分が普段感じたこととかなんか原体験とかなんかそういうもの、もうそうだし、あのあれこれ世の中を見ながら今の時代の究極の悪ってどういうものなんだろうって考える、うん、その過程自体がいいんだよね、うん、そこからいろんな悪が出てくるから、うん、だから当然今おっしゃったように今の時代っていうのは一つやっぱりしっかり入れとかないといけないと思うんですか、そうそう、だから僕ほら最近書いたのだと新興宗教の宗教2世の話じゃない、はい、あんなのもそうだし、あとはネットの炎上でめちゃくちゃな書き込みをする指殺人の人たちみたいなのもそうじゃん、うんはいうん、だから僕もいつも
今の時代の悪ってなんだろうなっていうのは探してるね。そういう意味ではだから池袋は常に入ってますよね、うん、そうだね。だからあれも書くときにはその時代に合っているなんか街のちっちゃな犯罪で今流行ってる犯罪ないかなっていうのをいつも見てる感じ。街の流行ってる犯罪ないかって確かにそうですよね、うんねうん、でもイラさんが見落としてたらあれですけど、うん、なんか本当にそういうある意味まあ軽犯罪じゃないけど、うんうんうん、そういうもんじゃなく、うん、一番そう思っかいたのは北斗とかなんですかね。北斗なんだけど北斗の場合も、まあ、もう悪って言うとちょっと違うこっちの方に入り込みすぎちゃっているんで、うん、悪とも言えないじゃん、うんですよね、あれ言うんじゃうとあの子悪い子に思えないじゃん。お前むしろ同情というかね、うん、いろいろ、うん、まあそれはジャニーズの子がドラマでやるぐらいだからな、うんうんうん、まあいい役なんだよね、うん、だからああいうリアルな小説では僕もノアさんと一緒であんまり悪のことは考えないかな、うん、ただミステリー系エンターテインメント系では悪がいないとしまんないよね、うんうん、私の悪っていうと、うん、人類家畜化喧嘩みたいな、あ、なんか世界征服の人ね、そうそうそう、なんかあのチップ埋め込んで、ガッチャマンのギャラクシーみたいな、そうそう、みんなをあのコントロール自分の好きなようにコントロールするみたいな、あれ、そういう、それ今中国で監視カメラを20億台ぐらいつけてやってる人がいるねそうそう、だからそういうのをなんかやっぱちょっと思い浮かべてしまいますね、うん、なんかでも集団としてそれはウイグルはそんな話だよね本当に ね、そうそうそう、だから程よい悪っていうのが何なのかとか、うん、その小説とかストーリーにあった悪が何なのかっていうのをどう導き出すのかっていうのがやっぱ気になりますね。そうだね、この後お話ししてくれるはず。そう言われたらでも僕もリアルな悪って言ったら、うん、ヒトラー、スターリン、毛沢東ぐらいしか思い浮かばないな、うん、だからそこら辺が一番怖いからな。だから悪の中でさっきのゲームとしての悪はちょっと別枠として、うん、他はリアリティ、リアリズムは感じさせるものが求められるけど、うん、本当の今みたいなリアルな悪そのものをエンタメとしてはみんな求めてないってことですよね、うん、小説して書くのは難しいね、うん、その塩梅ですよね、うん、この話でいくと。でもなんか普通に自民党みたいなのも怖くないですか、なんかああいうのもちょっともし解説がお願いします。いやでもあのトランプを悪として書くってことはできるよね、うん、トランプ的な人物を。そうですね、うん、だからそしたらトランプ、僕それだったらもうすぐにお話できる。いやでもトランプ自体はちょっと別悪じゃないですか、うん、トランプがどちらかというとこっちから出てきたみたいな、うん、ちょっと類まれた人です、ね、まあね、トランプもフィクションここに近いからね、ゲームとしての悪に。そうフィクションの人ですよ。でも今のその話だったら、うん、あのある極右の大統領が現れて、うん、とんでもない就任したらことをやるっていうので、うん、僕たち3人がチームを組んで暗殺犯を作るみたいな話だったら、うん、書いてください。楽しいそうか、うん、でもサラリーマンになんかもう増税しまくってもうどんどん国民が あの餓死していくみたいな、うん、そ岸田さんでも今の話聞いててやっぱちょっと愛と幻想のファシズムとかやっぱ面白かったですね。そういうことさん、ね、うん、あ、うん、あのくらいでかい話だけど個人に結構フィーチャーしてる。はい、じゃあね、ここからね、はい、まあ、あの具体的にね、また本編では、はい、どんな感じで書くかとかも含めて伺っていきたいんですが、ここで、番組のご質問とお便りお願いします。はい、はい、お便りいきます。50代の男性からです、こんにちは、いつも楽しく拝聴しています。第191回の一行あらすじはとっても学びが多くリピートしています。お、ありがとうございます。趣味で書いている小説のために、例えばイラさんの短編を逆さ箱にしたり、見た映画のあらすじをまとめたりしています、うん、これ学びになるけど結構時間がかかるんです、うん、でも一行あらすじならば面白さの骨子を抑えつつ学習効果も高く、多くの作品で実践できてとても効率が良いと思います。リベンジの機会楽しみに待っています。お、なるほどね。でも実際そうだと思う、うんうんうん、箱に組んだりするのって結構大変だからね。おー、うん、あ、そうなんですね、うん、いただいてありがたいですね。はい、じゃあ質問続いていきます。32歳の女性からです、はい、私も小説家を目指し雑誌投稿しながらネットに落選した作品や短編を載せています、うん、先日 YouTube である動画を目にしました、ネットで発表した作品のアクセス数が1位になったことにより出版できた作家志望がいた、うん、本は20万部売れた、うん、しかし自作をその出版社に持っていった時にもう一度ネットでランキング1位になったら出版しますと返され、そのようにしたら1位は取れず、ね、出版に至らなかったというものです、うん、この動画でネット界では作品にはファンがつくが作家にはファンがつかない傾向にあると言っています、うん、それでもこの作家さんができる作としてはアクセス数を2度も1位にするという奇跡だったのでしょうか。それとも編集者の返答を得た時にこの作家さんが自身でできたルートが何かあったのでしょうか。石田先生は前回作家でも大人なんだから編集者に頼らずある程度インディペンデントで活動すべき
だとおっしゃっておりました、うんうん、それはこのケースに当てはめられるのでしょうか、どうもか聞きたいです。いや、この問題に関してはさ、うん、1位だから出してくれたけど、うん、2本目は1位じゃないから出さないっていう、その編集者のセリフがすごいよね。すごいですね、小説みたいですね。でもそういう場合はさ、じゃあその20万部売れたんですって実績を持って、うん、他の出版社に行けばいいんじゃない、ね、そこのだけじゃないから全然付き合うのは、うん、20万売れてるわけですか、うん、ただまあよく知らないけど、2作目が本当につまんなかったってパターンもあるよね。あ、本当に面白ければ1本目も売れてるんだし、そこで絶対乗ってくるじゃん。だからこの言葉尻だけを捉えるとね、分かんないですよね。うん、でもこれ1本目は、1本目、でも普通に考えたら1本目を出版すればいいんじゃないですか。だから1本目はだから出版されて20万部売れたの。あ、そう、ね、で、2本目を持っていったら、そう、今度は1位を取ってないから出さないってや。ごめんなさい、はい、分かりました。すいません。失礼しました。そっかそっか。じゃあ 2作目がすげえつまんなかった可能性もあるってことか、うん、そう、2つだね。うん。でも、他の会社に持ってった方がいいよとは思う。でもこれどうなんですか、ちょっとこれだけだと内容わかんないですけど、なんか、うん、多分なんかちょっと甘っちょろい恋愛小説的なやつじゃない、とかネットで20万って、だからラノベとかわかんないけど、うん、そうですね、ラノベっぽい気がしますね。だからなんかちょっと難しいですよね。なんかやっぱこれ見てると、だし、例えば僕が仮に小説家なのでやっぱりなんだかんだ言っても夢を描きたいので、伊賀さんのようにデビューしたりね、うん、こう超大手の、まあ、ジャンルにも出版社にと思うけど、でも現実的には、うん、なかなか、まあ、そこを狙いつつもこうネットで何か投稿してみたいな感じで、そこでまず出版してみたいな人もいるし、うん、別にそんな否定するわけじゃないですけど、ただなんかいろいろ考えますよね。そうだね、うん、ただでもしょうがないからね、ネットでデビューしちゃったって、うん、デビューの仕方は選べないんで、たまたまネットですごく1位になっちゃったんで出版社が目をつけてきた、うん、いやそれじゃあ嫌ですっていうよりはデビューした方がいいので、伊賀さんもやっぱりもしこの立場だととりあえずは世に出ることを先にすると思う。だってそれで20万部売れたんだったら、20万部ってすごいですよ ね、20万部っていう感じ一言で言うけど、単行本で出てたとしたらさ、1500円でも3000万だからね。うん、めちゃくちゃ看板になりますよ ね、 今初版ね、数千部とか、うん、結構有名なもんでもね、全然ありますもんね。ただここのところでさ、あわって思うのはさ、ネットでは作品にはつくが著者の名前は誰も知らないっていう、でもだからなんだね、最近の作家の名前がめちゃくちゃなの、うん、ね、猫大臣みたいなさ、タケノコなんとかみたいなさ本当なんだそれみたいな、そう、目をこすりたくなるような名前ですよね、みんな覚えてもらえないからなんですね。そう、うん、最初からもう相手にしないってことね。うん、でも どうなんでしょう、まあ、イラさんはもちろんね、あの、うん、名前、うん、あの知ってる方たくさんいると思うんですけど、でもそれでもまあご本人前にしてあれでも、うん、そうですけど、やっぱり池袋ウエストゲートパークとか少年は知ってても、うん、石田屋って名前知らない人もいるにはいるじゃないですか。あの映画は見たよとかさ、そうたくさん、それっていうのはでもどうなんし、それはもう昔からこういう傾向だったのかとか、例えばジャンルによって、例えば、あのね、はっきり言って本とか小説が好きな人は作家の名前とか作品を覚えるけど、うん、ただぼーっと映画見たりテレビ見たりしてる人は、ね、あの人作ねぐらいで作家の名前とか絶対覚えない。だってそういう僕たちだって脚本家とか演出家の名前は覚えてないでしょ。覚えてない、うん、確かにそうですね、まあ、それいい割りじゃなくてそんなもんですね。そう、そんなもんなんだよ、うんうんうん、だからとりあえず1作目デビューできてよかったね、うん、でまあ2作目出してくれないっていうならしょうがない、じゃあ他の会社に行こうよね、うん、で3本目頑張ってねぐらいのことしか言えないかな、うんうんうん、だからこの人もネットでどんどん上げて、あの書きながら応募して、ダメだったらネットに上げてを繰り返して、いつかでかい功績が転がり込んでくるのを待つしかないんじゃない、うんうんうん、頑張るっていう。でも出版業界もずるいですよね、うん、なんか小説家になろうとかで、そういうのでもう絶対売れるって分かってる作品を、うん、そんなないよ、取ってくればいいじゃないですか。どっから、あのその小説家になろうだ、例えばアクセスが1位になった、うんうん、これは出せば売れるみたいな、それをみんなやってるんだけど、うん、出せば売れると思って出したので、うん、売れないことも山のようにあるのよ。だから別にずるくもなんともないの、まあ、しかも当然ね、うん、やっていかないといけないからね、そうで、なかなかね大変なので、でもまあもちろん文学新人賞よりは部止まりいいかな、うん、でもこの間のイラさんね、うん、あのだから小説家 の、 あの異世界 の、 異世界の、ね、NHK の見てると、うん、今ノアさん言ったように僕もあそこだけ見ると、そうそう、もうあれだけフィードバックして練り上がったものだから売れて叱るべしみたいな、少なくとも、うん、あの 見方だとそう見えるじゃないですか、うん、異世界のに関して、うん、でもじゃあそういう意味では小説は絶対、まあアニメもそうだけど、ないないないっすよね。あ、まあ、それが分かればみんなね、うん。そうそうそう。だからあの世界で今すごく売れてるって言っても、2本目書いたらこのパターンっていうのはザラにあるから。うそうだね。あれができたらあの小説家になろうな、あの作った女社長、うん、もうビリオネアだよな。いや、ほんとそうですよね。うん、で、まあなかなか難しいね、うん。ネットとその小説っていうのはね。多分でもどちらにしても、ある水準のものを
2作目3作目ずっと書き続けられなければ作家としてやっていくのは難しいよね。ネットで常におっしゃってますよね。ネットだろうが紙だろうが。そうかそうか。さあということで今日はねこの、はい、やはり小説のかスペシャルにふさわしい、ね、質問をたくさん来ているので、うん、本編の方でまた取り上げていきたいと思います。はい、続きは4通りご視聴方法がございます。YouTube メンバーシップ、Apple Podcast、audiobook.jp、そしてニコニコ動画、はい、ご希望のご視聴方法で続きをご覧ください。詳しくは概要欄をご覧いただけたらと思います。それでは後ほど。はい、ノアさんだったらそれこそ本当に強烈なレイプ殺人みたいなことを繰り返すやつでもいいんだよ。本当に街のチンピラみたいなやつが黒いワンボックスカーとかに乗って3ヶ月に一度女の子をさらってはレイプして殺して捨てている、それが3年続いているある地方の街での話とかだったらめちゃめちゃ面白くない？なるほど、なんでそんな一瞬で考えられるの？僕は生き物は生まれてた時には善も悪もないと思うよ。あのモラルとして後から作ったものだから。だってイスラム教徒の悪とキリスト教徒の悪って違うじゃん。日本人の悪も違うし、だから文化的に作られたものなので善とか悪とかって言うけれど実はないと思ってる。なので小説の中での枠組みとしてぐらいでしかないかな僕にとっては。